どうも皆さんこんばんは。本日も悪魔城伝説をプレイしようと思います。よし行くぜ。さてと、よし、危ない、この野郎、ああ危険だ、よしと、そこだ、よしよし、どんどん行くぜ。よいしょと、前回ねクリアできなかったんでね、よいしょ、今日はクリアしようと思います。よいしょ、あー行った先からこれか。よし行くぜ。痛い、まずいな、いかん、危ない危ない、油断は禁物だ。よいしょ、ふん、よいしょ、これをねそのかわすのでも結構ね緊張するんだよね、何気に。ていっ、よしここだ、あ間に合うこれ、よいしょ、オッケー、オッケーだ、オッケー、ふんふん、よし、ふん、よいしょ、よし、さてっと、清水月中したね、オッケー、よいしょよいしょよいしょ、もう一回もう一回もう一回、ふん、よし、オッケーだ。で問題はここだな、俺どうしようかな、この野郎、タイミングを狙って、あまずいな、よし、あまずい、よいしょ、痛い痛い、もう、あ痛い、あれどうやってかわすんだろうな、よいしょ、いやーかわし方が全くわかんないな。やっぱりねその悪魔城伝説っていうかね、このシリーズはねそのなんて言うんだろうな、ある程度そのステージを把握してないとまずクリアはねできないんだよね、残念ながらな。よいしょ、あー危ない、危ねえ、よいしょ、あー危ない、よし、ふう、ここだ、よしよし、当たってるな、よしここだ、あーまずい、死んでしまう。あー、そのねボタンの押し間違いがねやたらと多いんだよね。やっぱここら辺はねそのゲームパッドだとやっぱり操作性すごいシビアなんでね、あぶねえ、よいしょよいしょ、よし、あと向こうにお肉、あっ痛い、ダメだな。よし、さてと、ただこれはもうクリアはむ難しいつか無理だね、実質ね。よしよいしょ、あ痛い、危ない、よしこねろ、よし、ふんふんふん、よしよし、オッケー、よいしょ、ふんふんふん、このね3発目だけねタイミングを外してくるんだよね、ちょっとね遅いんですよ。よいしょよいしょよいしょ、オッケー、よーし、ムチが長くなった。さてこっからだな、ふん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 、よし戻ってくるところを狙う、ここか、よしこいつめ、うん、どっちだ、よしよしよし、完璧ですな、よし行くぜ。あーここがな難しいんだよな、よいしょと、ちょっと待て、うん、よいしょよいしょ、ここで何度死んだか。よし問題は次のジャンプだ、ここだな、ほんとギリギリだもんな、ここ、よいしょ、オッケー、よし、さてとここまでは問題ね、パーフェクト。あーただここな、よし、こいつがね鬱陶しいんだよね、よいしょよしよし、あまずい、カラスドさんが、よしこいつね、ちょっと待って、よしよし、おねんねしてな、もう一発、あまずいぞ、よいしょよし、いい感じなんじゃないか、よし、あ痛い、カラスのね突進でなぜそんなダメージが食らうのかがねわからない。よーし、オッケーだ、よいし
いしょ、まずいぞ、よいしょよいしょ、よしよしよし、間に合う、よいしょ、オッケーだ、よし、結構いい感じなんじゃないか。ただサブウェポンがないからね、そこだけちょっと要注意だね。よし、あ、まずい、よいしょ、こっち何があるの、あ、聖水だ、素晴らしい、よし、オッケー、これ勝てるんじゃないか。っていうと危険だね、いかんいかん、フラグは禁物だ。よしよしよし、いざ決戦だ、よし、ていよし、こいつめこいつめ、よしよし、一発はしょうがない、よいしょよし、次だな問題、ふんふん、よいしょと撤退、よし、あーでもダメージ一発でかなり食らうね、危険だな、よしよし、いかん、あー危険だぞ、よいしょと、よし、こいつは冷静に対処すれば大丈夫だ、よいしょと、ふん、よし、地味だが確実な戦法でいく、よしよし、さあ来い、さあ来るんだろう、ふん、あぶねえ、いかんいかん、やっぱタイミング重要なんでね、よーし、ふん、よし、さあこっちだ、てい、よし、よいしょ、よし、さて問題はこいつだな、これどうやってかわすんだろうな、さてとこいつだな、よいしょ、よし、よし、あぶね、よいしょ、よし、よし、あー来ないでください、よし、でこっからなんだよな、よいしょ、これどうやるんだろうな、よいしょ、ちょっと待って、よいしょ、よしよし、来ないで、あー来ないで、でこっちに行くのかな、もうでここか、よし、かわした、ふう、あぶないあぶない、よし、来るんじゃねえ、よし、倒したぞ、やった、ふう、絶対勝利、よし、私の勝利、なるほど、ああやってかわすんだね、オッケーだ、よーし、いいぞ、次は、ああここか、あともう少しだね、ああこの音楽は痛いようやく一作目の玄関に入った、ちょっと待って、コウモリが強すぎる、死んでしまう、あーこの BGM いいよね、よし、この音楽こそが悪魔城ドラキュラって感じだ、よし、肉は何もないと、いやー近いな、どうしようかな、近い近い、よし、ヒットするな、よし、いいぞ、 OK だ、肉はねえと、ブーメランが欲しいな、これどうやるんだ、よいしょ、よし、ここだ、よしよし、オッケー、マネーか、よし、あーまずいな、あぶねえ、なんだこいつは、無限脇かわす、まずい、あー雲が鬱陶しいな、よいしょ、よし、かわす、いい感じです、お、オッケーだ、ただハートか、よし、いい感じだぞ、ちょっと待って、上に、いやでも骸骨野郎のが鬱陶しいな、これどうすんの、よし、てい、こいつが鬱陶しいな、もう、よし、骨野郎厄介なんでね、あ、ちょっと待って、びっくりした、よし、素晴らしい、肉をゲッチュ、ちょっと待ってよ、よし、ここだ、ふん、ブーメランが欲しいな、あーいかん、危ない危ない、よし、
どうやらここは武器庫のようだね。よしと。よし。あ、ちょっと待て。こいつ危険。よいしょ。早いな、あいつは。こいつはもう駆除した方が良さそうだな。あぶね。下に来やがったぞ。よいしょ。よし。ここはやはり難易度が。ちょっと待って。これアイテム何？ハートか。よし。ふん。ふんふん。よし。こいつめこいつめこいつめ。よし。ブーメランが欲しいな。ちょっと待ってよ。ここだ。よし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 。あぶね。これアイテム何？素晴らしい。聖水をゲッチュ。よし。ハートは38だね。よし。こっちは素晴らしい。やはりな、アイテムの匂いがした。これ大丈夫？よし。なんか怪しいな。敵さん大量に来そうな。よし、ブーメラン。よいしょ。よし。よし、我がブーメランはどうだ？あ、なんか嫌な感じがする。あー、やはりな。よいしょ。よし、斧はいらない。まずい。ちょっと待って、危ない。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。危ねえ。すんげえギリギリだったな。誰だ？ボスだな。デス様じゃないか。あ、まずい。あ、早速だな。ちょっと待って、操作性が。ちょっと待って、あー痛い。もうデス様やだ。一作目でもこいつめっちゃ強かったもんな。よいしょ。あー、やばい、これ勝てる気がせんな。どうやってかわすんだ。聖水の方がいいのかな。いや、それよりもサブアイテム出るかな。よし、ブーメランで、またここ落ちるでしょ。斧はいらねえからな。よし、あ、ちょっと待って、聖水の方がいい。よし、ここだ。あー、ちょっと、なんだと。よし、やり直しだ。ていっ。よし、やつどうやって倒すんだろうな。よし、あべよ。よし、タンキー。よし、ブーメラン、いや、聖水の方がいいのかな。どっちがいいんだろうな。危ない。ふん。よし、よし。さてと、ただステージに関して言うと今までの方が難易度高いね。よし、あ、痛い。ここでも食らうのか。いかんな、油断禁物だ。よし、うん、投げないで。よし、ただ道中にお肉あったよね。あれを無事に取れば。よいしょ。どうだ。あー痛い。なんでそっちに行った。やっぱりね、その十字キーっていうか、そのコントローラーがね、すごい操作しづらいんだよね、本当に。で、ここら辺の難易度が高いね。痛い。よし、よいしょ。こいつめ。よし、やばいな、死にそうだ。さっきここノーダメージだったのにね。この先に確か、あー、まずいな。まぶねえな、こいつめ。よいしょ。よし、こいつが危険だな。よし、よし、肉をよこせ。よし、よーし、上がっていくぜ。あー、まずいまずいまずい。よいしょ。よし、よし、ふん。よし、あー、来るんない、来るなよ。よし、これハートか。あぶねあぶね。よーし、このね、スライムが厄介だね。こいつ危険すぎる。ちゃんとしゃがんで攻撃しないとね。
危ない。ふん。あ、まずい、危ねえ。ギリギリだったな。よし。よし。ここだ。よし。こいつめ。よし。これは。聖水ゲッチュ。ちょっと聖水で行ってみようか。で、ここのハートを取っちゃうと、落ちてしまう可能性が高いから、待った方がいいね。よし、これだけ持ちましょっか。よし。よし、2つは投げるよな。あ、しまった。よし、とりあえずこれで行きましょう。こうこうこうだ。よいしょ。ああ、なるほど。新しいアイテムを取ってしまうと、また一発ずつしか投げれねえんだな。よし、オッケー。よーし。よいしょ。よいしょ。ああ、何？一番いらんアイテムになってしまった。これどうするんだろうな。よいしょ。いって。あ、痛い。ダメージが半端ない。これどうやってかわすんだ。ちょっと待って、これ。いって。いやー、ダメだな。ちょっと待って。聖水の方がいいかな。あのやつが降りてきたところに聖水を投げてやる方がいいのかな。どうなんだろうか。どっちがいいんだろうな。あ、まずいな。ちょっとこのまま行きましょう。もう危険だ。よしよし。で、最後攻撃しちゃうとまたナイフのね、可能性高いんで。よし。一発だよな、これ。その、ジャンプの調整がね、すげえ難しいんだよね。ここでこうだな。よし。よし。ここだ！あ、いって！あ！よいしょ！あー、もうちょっと！よいしょ！よし！あー、危ない！よいしょ！痛い！ふん！よし！ふん！あ、痛い！いやー、むちゃくちゃ難しい。いやー、ブーメランの方がその死神様のブーメランを壊してくれる可能性もあるけど、どうなんだろうな。いやー、これ半分運だな。よしよし、もうやめましょう。よーし、いい感じだ。よし、ここだ。よいしょ、よいしょ。オッケー。よーし。いやー、厄介だな。アイテム何もないんだよね、これ。これどうやって。よし、よいしょ。あ、痛い。もう一発目からだもんね、これ。よいしょ。よいしょ。あ、痛い。これどうするんだ。よいしょ。死神様というやつか、このね、鎌をね、壊す方に専念した方がいいね。よいしょ。よいしょ。よし。よし。よいしょと。まずい。よいしょ。ここだ！あ、倒した、倒した！やった！え？なーに？第2ラウンドがあるだと。え、どこが食らうの？目？あ、まずい。よいしょ。あー、怖いね。なんだと？死神様だけ第2形態があるのか。あー、倒したと思ったのにな。残念だ。よし。ナイフでぶさぎ。厄介だな。よしよしよし。動きは大体分かってきた。
ナイフマスター。よーし、いいぞ。まずはどんどん行く。あ、ちょっと待て。ふん、やはりブーメランの方が良さそうだな。斧が行ってから、よし、ふん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 、よし、ふん。どうだ、ナイフマスター、ここだ。よし、あー短い、痛い。こねろこねろ、ここだ、こねろ。よし、ちょっと待って、ムチが短い。サイファーの方がいいのかな。よいしょ、あー痛い、こいつめ。よしよし、こい、痛い。なんて野郎なんだ。あぶね。よし、いや、ムチが短いと心配だな。よし、ふう、ようやくだ。よし、こねろ、あ、まずいぞ。よいしょ、あ、痛い、こ、痛い。ふん、よし、よし、ようやく、ふん、この野郎。いやー、HP まずいね。ここだ。斧の方が、いや、斧はダメだろ。あ、まずいな。よし、OK。ここだ。よし、この野郎。ふん、ふん、この野郎。ここだ。よーし、スライムマンは冷静にやればなんとかなりそうだね。よし、援護攻撃。よし、危ない。よし、よし、危ない危ない。よし、なんとかもうちょっと攻略したいね。よいしょ、よし、ふん。聖水だとどうなるのかな。いやー、ブーメランの方がいいな、どう考えても。ちょっと待って、ということは上でブーメラン取ってから下を壊した方がいいんじゃないのか。よし、でこれ取ってからこっちでいいんじゃないか。よし、これでブーメラン一応2発投げれるんでね。いやー、 HP がちょっと少ないのが心配だね。ハートも若干少ねえな。え、もうちょっと回収してえな。変なアイテムだけ取らないから心配だけど。あー、限界だな。大丈夫これ。よいしょ、よし、大丈夫これ、大丈夫。よし、ふう、危ない危ない。よし、こっからだ。よし、よしと、痛い、くそ、うん、痛い。ちょっと待って、この野郎、こいつめ、あー、あー、ダメだな。あー、難しい。ちょっと待ってよ。これで、よし、こっからだな。よし、でこれでアイテムが出れば、よし、出たぞ。この順番だ。よし、で、よし、オッケー。これで勝てるんじゃないか。これで調子乗っちゃうといかんな。で、ブーメランをね、その投げる方向っていうのがすんげえシビアなんだよね。よし、で、これで間違って変なアイテム取ったらジエンドだ。よし、あとは突っ込む。大丈夫これ。あー、ちょっと待って、大丈夫これ。怖い、怖すぎる。よし、オッケー、こっからだな。よし、くっ、ここだ。ふん、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 ふん。よし、ブーメラン地獄。あー、怖い怖い。よいしょ、あー、ちょっと待ってくれ。そのね、ブーメランをかわすのが、あー、もうちょっと、あー、むっちゃ無事。どうやるんだこれ。
よし。で、もう一度だ。やっぱね、そのデスサイズっていうか、死神様の、鎌をね、どれだけかわすかだと思うんだよね。で、おそらくその第二形態の方がパターン化されてると思うんで。よし。よし、こんなもんで大丈夫だ。よし、ここだ。よし、あとは安全に。よし、さてと。よし、こっからだな。ふんふん。よし、釜を壊す量で。よいしょよいしょ。あ、まずい、痛い痛い痛い。よしよしよし、釜を壊す。よし、あ、釜がね、危険すぎる。あ、まずい。よいしょよしよいしょ、アイテムがない。あ、まずい、痛い。あー、ダメだ。いや、ほんとね、もうこれむちゃくちゃ難しいんだよね。よし、じゃあね、本日もう30分超えちゃいましたんでね、今日はここまでにしましょう。また動画ね、アップロードしますんで楽しみにしていてください。それじゃあ、あばよ。